にちは。今から SS のルックブックを紹介していきます。全部で8項であるので最後まで見てください。それではスタート。ホワイトのワントーンでまとめ、ネイビーのカオナで引き締めました。オーバーのパンツやキャップ合わせなんですけど、肩や背中へギャザーの入ったブラウスでレディーっぽさをプラスしています。トレンドのセーラーカラーは1着は持っておきたいですね。ヤーキのバッグです。スクエアでコロンとしてて可愛いです。後ろはこんな感じです。シャカのサンダルです。ハイランドのニットキャップかぶります。のトートバッグです。メガネかけます。ハーベスティの定番人気サーカスパンツにハーベスティらしいゆったりとしたサイズ感のプルオーバーを合わせました。チェックといえば秋冬のイメージが強いんですけど、リネン素材でサマームードあふれるパンツに仕上がっています。トップスはワンサイズのユニセックスアイテムで、女性が着るとラフなシルエットでこなれ見えスタイルを叶えてくれます。カップルや家族でシェアでもできますよ。オーレンティーのバッグです。アクセサリー感覚で取り入れます。靴まで新ゾーンです。プリントティーとオーバーオールでメンズライクに決めました。足元はデニムパンツと合わせることを考えてデザインされたサンダルで、子供っぽくなりすぎないように仕上げています。適度な厚みのオーバーオールでオールシーズン着用可能なのがポイントです。柄物のバッグと走り掛けしたシャツでおしゃれ度アップ。古着を再現したデザインになってます。
けは三つ編みにします。じゃん。ムーンスターのジムクラシックです。のカゴバッグです。中には巾着が入ってます。軽い。体のラインを拾わないゆるっとしたシルエットでリラックス感を演出しました。春夏にぴったりの爽やかなスカートに印象を残しながらも癖が少なく着回し力抜群でコーディネートのベースとしても組み立てやすい T シャツを合わせたコーデです。実はフロントのプリントは鏡文字になっていて遊び心のあるデザインに仕上がっています。折り返せます。首元もこんな感じで折り返せます。ボタンは隠れボタンになっております。GH バスのローファーです。ビット付きです。ヤーキのキャンバスバッグ合わせます。クラシカルで上品なディティールのシャツにフレアスカート風のハイウエストパンツ合わせました。トップスパンツともにアイテムを選ばないシンプルなデザインカラーで着回し力抜群です。シンプルなんですけど袖口と首元ともに折り返して着用できたりと細部までこだわって作られているトップスも水色インドらしいですね。足元もローファーで抜かりなく。バリのサンダルです。ナプロンのイエローのバッグです。使いやすいシンプルなデザインのボーダーティーはこだわりの詰まったジャパンメイド。1枚で着てもレイヤードでも様になりロングシーズンで活躍できること間違いなしです。メンズライクなんですけど女性らしい雰囲気漂うベーカーパンツ合わせればグッとおしゃれに決まります。イエローのバッグで遊び心も忘れずに。カジュアルな服装なんで髪の毛は可愛くアレンジしてもらいました。パリのトンジのサンダルです。
エスペラントの巾着バッグです。フレアな身幅にボリュームのある袖など、大人の可愛いを随所に散りばめた心くすぐられるデザインが魅力的なブラウスです。歩くたびにひらりと広がるギャザーフレアスカートを合わせれば、女性らしい着こなしを叶えてくれます。2色でまとめているのも大人っぽく仕上げるポイントです。袖口はこんな感じになってます。ボリュームたっぷりですっごい可愛いです。後ろはバックギャザーが入ってます。スプリングコートの白のスニーカーです。フレドリックのリュックです。キリッとしたアイラインシルエットに深い V 字カットで、ヘボったくなりがちなソロペットが一気に大人の雰囲気に仕上がります。インナーにはほのかな光沢と張りのあるコットン生地を使用したドルマンショートスリーブシャツを合わせました。スニーカー合わせですが、上品な白をチョイスして大人のナチュラルスタイルに仕上げています。首元は V になってます。髪の毛も可愛くしてもらいました。